倒的な所属でこんなに飛ぶの、距離性能ピカイチ、タイトリストの TS3 ドライバーです。タイトリストスピードっていう名前がついています。この TS になってやっぱ最初に一番びっくりしたのはもうボールの初速です。圧倒的な初速でタイトリストってこんなに飛ぶのって正直思いました。実際僕自身が今まで発売したクラブでドライバー試してきましたけど、トラックマンの数字で一番飛んだドライバーはこれでした。パワーがない方がTS3 を使うとちょっとボールが浮ききらなかったりとか、ちょっと棒球になりすぎちゃったりするので、球を上に上げるのが不安だったりされる方はもしかしたら TS2 の方を選んだ方がいい結果につながるかもしれないんですけれど、やっぱりクラブを叩ける、しっかりクラブを振れるっていう方がタイトリストのクラブを選ぶときにやっぱり候補として出てくるのはこの TS3。 TS2 と違ってウエイトがここに入っています。でそのウェイトを変えることによって重心を長くしたり短くしたり、またはノーマルにしたりということの微調整ができます。実際にボールを打つとやっぱりボールの回転する方向っていうのが変わってくるので、実際これで調整をしながら、タイトリストのシュアーフィットも当然ここについているので、まあ、ABCD1234 というところをこ うまく組み合わせながら、ご自身 そのいい一番いい球が打てるっていうポジションを選んでいただければな、または探していただけたらなっていうふうに思います。どんな人に合うかって考えたときに、まず球筋のやっぱりコントロールをできる人、またはコントロールをしたいと思っている人、決してオートマチックにフェアウェイに向かってまっすぐ構えてえいって打ったらまっすぐ行くクラブではなくて、やっぱり飛んでいくボールを自分のそのイメージをちゃんとして、それに対して集中して打っていくってことがもしかしたら必要になってくるクラブかもしれないですけど、逆に言うとそれだけ打ち手のその技術であったりとかイメージをこう表現しやすい、ちゃんとクラブがそれを応えてくれる、受け止めてくれるクラブだと思うので、あんまりこう敬遠しないでこういうクラブに挑戦するっていうのも僕はいいと思いますし、飛距離をこう出す、飛距離性能っていう意味においてはもう今現行発売しているクラブの中でもピカイチだと思うので、ぜひ試していただけたらなって思います。